皆さんこんにちは、ゴールスポーツエージェンシーの真野浩一です。本日もよろしくお願いいたします。今日はこれから海外サッカー、特にアジアマーケットにチャレンジをしたいと思っている日本の方ではプロキャリアがなかったような選手に向けてメッセージを伝えていきたいと思っています。今日はその中でファーストステップリーグ、僕の方でこちらは定義させてもらってるんですけども、アジアマーケット、アジアのサッカーマーケットの中でのファーストステップリーグについて皆さんにお伝えしたいと思います。このファーストステップリーグっていうのはどういうことかというと、今まで日本の方でプロキャリアではなかった選手、 J1、J2、J3、このようなカテゴリーでプレーをしたことがなかった選手、はたまたヨーロッパの方でプレーをしたことがないような選手、ヨーロッパの方でもプレーをしたことがあったとしても中堅ところよりも下の2部リーグとかの場合はこのファーストステップリーグにまた入ってアジアの方でキャリア作りをしてもらうっていう形になるんですけども、こういうような選手が入りやすいような、リーグというものを僕の方が、過去の経験をもとに5つ挙げさせてもらっています。ここ最近ツイッターの方でも、上げさせてもらっていたんですけども、動画を通じて、説明させてもらう方が皆さんに伝わりやすいかなと思って、今日はこちらを、お話しさせていただきたいと思います。ファーストステップリーグ、日本の方ではプロキャリアがなかった、ヨーロッパの方でも、大きなキャリアがない選手がこのアジアマーケットに来た場合、まずはどういうところを、ターゲットとして攻めていくことが重要かというと、まずはトライアウトを行ってくれるクラブ、リーグに行く必要があります。でこのトライアウトを行ってくれるリーグ、クラブというものは、ほとんどのクラブがトライアウトを通じて入るというパターンが多いんですけども、ここ最近のタイリーグとかですと1部2部に関して言うと8割から9割はダイレクトサインで入っていると思います。ただしクラブの方ではトライアウト、通常の練習参加というものを、行っている場合があります。それはクラブとしては、通常の練習参加に来てもらっていわゆるトライアウトとして参加してもらうことのリスクというものはそこまで大きくないので、いわゆる航空券も払うわけでもない、宿に関しては出してくれるクラブ、出してくれないクラブありますけども、出したとしてもそこまで大きな金額の負担はないっていうことで、興味がある、獲得をしたいという前提じゃなくても受け入れてもらえるパターンというのはすごく多いです。ですけどもトライアウトというのは時間が限られている中で戦略を立てながらやはりチャレンジしていかないと空いてるクラブの枠が埋まってしまうっていうことが起きてしまって、どんどんその席がなくなることにつれて契約できるチャンスというのが減ってしまいます。なので、僕たちの方ではゴールスポーツエージェンシーの方では、いわゆるトライアウトに参加ができるかもしれないけども、むやみにトライアウトに送ることはしてないです。ただそのむやみにトライアウトを送らないと選手というものはなかなかトライアウトに行けない時期とかも生まれてしまうので、そういう時にしっかりとコンディション調整ができるように、いわゆるトライアウトに参加ができない代わりにグループトレーニングというみんながしっかりとちゃんとしたトレーニングできる場というものを設けさせてもらっています。そのグループトレーニングがあるということによって、いつどのタイミングで、クラブからいわゆるトライアウトに来てくれと呼ばれたとしてもベストなパフォーマンスを出せる状態を作れることができると。なのでこのトライアウトとグループトレーニング、また後ほど説明させていただきますけども、これはもうセットとして僕たちは考えていて、常にこの東南アジアの移籍マーケットが開いている時にはグループトレーニングをしてもらって参加してもらって、そこからトライアウトに行くという流れを作っています。で少し話は逸れてしまったんですけども、このファーストステップリーグ、日本の方ではプロキャリアがない選手でもやっぱりアジアの方でチャレンジをして、そこで契約を勝ち取ってアジアの中でステップアップをして、選手によってはまあ J リーグまたチャレンジをしたいとか、あとはヨーロッパの方にチャレンジをしていきたいとか、おのおの強い気持ちを持ちながらこのアジアのサッカーマーケットの方に来てくれています。でその中でいわゆる日本の高卒の選手、大卒の選手、社会人リーグでプレーをしていた選手がアジアマーケットに来た時にどのリーグに対してアプローチをかけることによって、最初の一歩、ファーストステップをしっかりと踏むことができるのかっていうのはすごく重要なことです。これは
選手おのおのの考え方によっても違いますし、一緒に仕事をしてくれるチームを探してくれるエージェントであったりとかコーディネーターであったりとか、その人によって考えは変わってくるものなので、これはあくまで僕の経験のもとに、考え出されたものなので、頭の片隅に置いとくような形で聞いてもらえると、と思います。で、このファーストステップリーグを5つ僕はピックアップしているんですけども、まずはタイ、東南アジアの、最も中心になっているリーグのこのタイリーグ、タイリーグに関して言うと1部2部は、大卒の選手、高卒の選手、社会人の選手なかなか入れないです。テストに行けたとしても契約まで行く確率というのはもうほぼないと言って間違いないです。なのでタイリーグに関して言うと1部2部ではなくて3部、この3部に関して言うと、ノンプロキャリアの選手が来たとしてもしっかりとトライアウトとして選手を受け入れてくれて契約をできるかできないかという目を持ちながらしっかりと、選手と接してくれる可能性があるカテゴリーです。で、このタイの隣のマレーシアも一緒です。マレーシアの1部2部に関して言っても、1部2部に関しても、すごく今はサラリーも上がっていて、その枠を勝ち取りたいと思ってチャレンジしてきている外国人選手のクオリティはどんどん上がってきています。その中で2019年から新設されたのがマレーシア3部というリーグなので、この3部に関しては、この日本ではノンプロキャリアの選手でもマレーシア3部のチームにトライアウトに行くことによって契約を勝ち取るチャンスはあります。そして、他にカンボジア、ラオス、マレーシア、すいません、カンボジア、ラオス、モンゴル、この3つの1部リーグに関しても、過去にいた選手を見ると大卒の選手であったりとか社会人の選手が、社会人に関しては JFL も含めてますけども、このカテゴリーの選手が来てプロキャリアを勝ち取ることができています。ただし近年のカンボジアリーグに関して言うと全部で12クラブあるんですけども、これが、上位のクラブと中位のクラブと下位のクラブっていうのが3つぐらい分かれています。この中で上位に該当するようなクラブに関して言うと、タイリーグとかマレーシアリーグとかインドネシアリーグとかカンボジアリーグよりも1つ2つ上のカテゴリーのリーグから来る選手を優遇しています。なのでなかなか大卒とかアジアでのキャリアがない選手が入るっていうのは難しくなってきているんですけども、この中堅どころであったりとか下位のクラブであればチャンスはまだあります。特にこの下位のところに関して言うと基本的にはいろんな選手来てもらってプロフィールを見る前にまずはもう自分たちの目で見て選手を獲得するという考えを持っているクラブもあるので、そういうクラブにアプローチをかけることができればファーストステップとして日本ではプロキャリアがない、いわゆるノンプロキャリアの選手でもこういうカンボジアの下位リーグに来てプロキャリアを勝ち取ることができる可能性は十二分にあります。これはラオスに関しても同じです。で、モンゴルに関しても同じなんですけども、今年に関して言うと移籍ウィンドウが1月15日で閉まると。ただしリーグ戦はもともと4月に始まると言われていました。なのでここのいわゆる2ヶ月3ヶ月ぐらいギャップがあったんですね。で、ここのギャップがあることによって例年はこのタイミングでいわゆるプレシーズンと呼ばれるタイミングでトライアウトをして選手を見定めて契約をするしないっていうのを考えてたんですけども、今年に限って言うと移籍期間がかなり早いタイミングでいわゆるモンゴルがすごく寒い時期だったのでトライアウトがまだできる状況じゃないと。できたとしても体育館、サッカーリーグのトライアルでも、いわゆる体育館じゃないとできないとかそういう環境だったのでモンゴルのクラブは、トライアウトなしで今年は取りました。なので、ノンプロキャリアの選手も初めての、プロキャリアということでモンゴルリーグで契約勝ち取った選手も何人かいるんですけども、そういう選手に関しては必ず、プロフィール英語版の CV と呼ばれているプロフィール以外にも映像がある選手っていうのが取られています。契約を勝ち取っています。なので、プロキャリアがなかったとしても大学のサッカーのリーグとかの映像をしっかり集めて、5分ぐらいのハイライト映像を作るっていうのはもうとても重要なことですし、英語版のプロフィールを作るというのもすごく重要です。この辺に関して言うと選手が自分自身でやってパソコンを使いながら
プロフィールにまとめてそれを送るというのも一つの手ですし、僕みたいなこういうアジアのサッカーマーケットで代理人をしているような人にお願いすると、全部それをしっかりとしたフォーマットで綺麗な、プロフィールを作ってそれをまあクラブに送るっていうこともできるので、まあ、自分でやるのか、パートナーを見つけてやるのかっていうのはまあその人の考えにもよるので、まあ、そういうところもしっかりと見極めながらこういうファーストステップリーグと呼ばれるマーケットに来てみてチャレンジしてみてください。であくまで今お伝えしたマーケットっていうのは僕目線でのファーストステップリーグなので、それ以外でも大卒の選手とか地域リーグでプレーしていた選手が入りやすいマーケットっていうのは必ずあります、必ずあります。なので、どういう流れでいわゆる移籍期間はいつなのかとか、プレーシーズンがどのタイミングで行われているのかとか、あとは、外国人枠はどうなっているのか、その外国人枠でもアジア人枠はどうなっているのかとか、どういうような外国人が、そういうそのリーグそのクラブで契約を勝ち取ってきたのか、スタイルとかあるので、だそういうのをしっかりと分析をしながらアプローチをかけることによって、このファーストステップリーグのクラブと契約をして、ファーストステップから大きく、羽ばたいてセカンドステップ言えばサードステップという形でどん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 階段を上がっていく、このアジアサッカーマーケットのピラミッドをどん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 ステップを上げることができるということになります。なのですごく、アジアのサッカーマーケットっていうのも、もちろん日本だけじゃなくて、今言ったタイだけじゃなくて、言えば日本の隣の韓国だけじゃなくて、とてもすごく大きな、地域になっているので、どういうようなリーグがあるのかっていうのも、今の時代はインターネットがあるので、すぐ調べることもできるので、今コロナの状況でなかなか満足に外に行けないとは思うんですけども、インターネットで調べるっていうことは今の状況でもできると思うので、どん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 積極的にチャレンジしてみてください。今日は、このファーストステップリーグ、主に、日本の方でプロキャリアがなかったような選手、ヨーロッパにチャレンジをしたことがあるけども、帰り